レイチェル・ティベッツはアメリカ合衆国出身の女性アイスダンス選手。パートナーはコリン・ブルー・ベイカーなど。2010から2011年シーズン ISU グランプリシリーズに出場。1991年アメリカ合衆国コロラドスプリングス生まれ。友達がスケートレッスンを受けていたことがきっかけで6歳でスケートを始める。2005から6年シーズンまでエリック・レインハートと 組アメリカの全国選手権に出場。2006年にはノービスクラスで全米フィギュアスケート選手権本位戦に進出する。あと、コリン・ブルーベーカーとのカップルで国内成績を待たずナショナルチームに選出され、2007から8年シーズンから2009から10年シーズンまで ISU ジュニアグランプリに出場。ファイナル進出こそなかったもの2009年。 ミンスクアイスでの2位をはじめすべて一桁順位の成績を残した。この韓国内ではジュニアクラスで全米フィギュアスケート選手権に出場し2009から10年シーズンには2位に入る。2010年世界ジュニアフィギュアスケート選手権にアメリカ代表で出場7位の成績と高スコアを記録する。2010から11年シーズンから国際競技会では シニアクラスに出場、ISU グランプリシリーズ出場を果たす。ありがとうございます。